吉田さんお疲れ様です。まあ確かにね、なんかこういくら売りましたとか、なんぼ稼ぎましたとかね、まあいろいろ口では言えるんで、私もね、まあいわゆる仮に人を疑うとしたら、そういうところではないなと思いますね。だから結果が出る出ないっていうのは時の運もあるんで、そこじゃなくってどのぐらいやってきたかっていうのが最もエビデンスなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、YouTube チャンネル見てもらったらね、はっきりわかるのが、まあ、2万件以上の一般公開動画が上がってるわけですよ。で YouTube に最初にチェックインした時っていうのが10年前っていうのも、もう出てるわけですよね。だからこれを見て、まあ受け取るものが受け取れないんだったら、それはもうその人をね、無理に説得して何か商品を売ったところでね、詐欺られたっていうふうなことを言われたりとか、なんか矛盾のネタをね、細かく追求してきて、なんか不毛なところに進むだけなんで、まあこのスタイルで確かになって思える人とだけやっていけばいいし、これで説得力がないんだったら、マーケットに自分のニーズがないんで、自分の身を、まあ、別の方向に翻すっていうね、そういったことになるのかなと思いますけども、 おかげさまでね、なんだかんだ言って何回も言いますけども、10年やってますからね。もうね、10年やってるっていうのは別に自慢でなくって、今年もここまで来たなってことですよね、これだけで。で年を越して11年目、来年の今のぐらいの時期にね、同じように思えるかどうかとか、振り返って、ああ11年だなとかね、引いては20年だなって言えるかどうかっていうのは、これ完全に不確定要素ですから。だからそのインターネットの世界ってものすごくこう変化が早いって言われるじゃないですか。その変化を全部乗り越えてきたっていう証拠がここにありますからね。それこそブログをたくさんやってきた時期もあって、あの時に1万サイト以上やっててよかったなと思うんですよ。今1万サイトやってもあの効果はなかったと思うんでね。だからやるべき時にやったかなっていうところもあるし、ツイッターも結局その10万フォロワーぐらいは合計で合算で手にしたんですけども、その時もやっぱりね、量産はしましたからね。で今メイン1個だけなんですけども、やっぱり2000人ぐらいのファンの方がいらっしゃって、でツイッターも結構ね、今更ながら使えるものになってますんで、それもラッキーだったかなというところもあり、なんか一番はやっぱり YouTube ですかね。だからコツコツやるんだよとかね、一生懸命やるんだよって、量産することだよって言ってる本人が量産してなかったら本当お笑いになっちゃうんで、なんか YouTube 集客術みたいなね、行ってみたら、行ったの俺だけだったみたいなね、どこが集客術だみたいな、しまいにはなんか半年後ぐらいに YouTube 集客術の講師の方がなんか転売セミナーのね生徒さんとしてちょこんと座ってて、私がなんかその転売セミナー自分の弟子のやつだったんで、メルカリのゲストスピーカーとして出てた時に、ああみたいなこと言っちゃいましたからね。さすがにその人に恥かかしちゃいけないんで、この YouTuber の講師でしたよねとかは言わなかったんですけども、でもあ、この方も探り続けているんだなっていうふうに思ったところ、もう二度とそのメルカリ講座には来なかったみたいですけどね。まあでも当時はね、本当に私の弟子が誰がやっても10人とか20人はその来てましたね、広島でね、その受講生さんが。そう考えたら、ブームだったのかもしれないし、ブームを起こしたなっていうような自負もありますね。でも今ではね、私がこう街を去って静かにしていると、じゃああのぐらいの活気を継承した人がいるかって言ったら、これいないんですよ。だからやっぱこう広島の、まあ、いわゆるネットビジネスね、一枚岩だったんじゃないかなとは思いますけどね。なんかいろんな意味でね、まあこのやったことってのはこう客観的に見て全然嘘がつけないんで、正直なとこじゃないですか。あれがエビデンスじゃないですか。なんかいくら売ったとかなんだとか言ってもね、それは改ざんできるわけですから、今の時代で。エビデンス出せば出したで、これ改ざんしてんじゃないのとかね、こんなんいくらでもできますよって言われたら、じゃあなんで出せって言ったんだよって話になりますね。だからそっちをメインに持っていくこととかあんまりもう今価値がなくなってきたかなと。本当になんかこう信頼関係だけで十分かなと思いますしね。だからあなたを信じて買ったのにっていう風になってもいけないんで、もうね、売るとか買うとか関係なく信頼関係を築いて、なんかどっちかって言ったらね、恩返しのために購入するよとか、協力する意図で購入するよみたいな意識が入ってないとちょっと辛いのかなと思うんですよ。で先日クラウドファンディングをやって1年を過ぎたその受講生さんがいらっしゃったんですけども、返金請求とか来てるんですよ、クラウドファンディングに対して。クラウドファンディングで資金を集めるときに、これは事業がポシャるかもしれないから、投資でも戻ってくるものでも何でもないよと、あげるっていうことなんだよっていうふうに散々説明したのに、あれを返せとか言うわけですよね。だからそういうふうに
預けた資金が数万円とかね、10万円か分かりませんけども、それがどうしても気になるようだったらクラウドファンディングに参加しちゃダメですよね、やっぱりね。それからクラウドファンディングを軸になってやった方にも何度かメッセージしたんですけども、お金は受け取ったけども、さらに成功するためにお伊勢を要求したりとか、宣伝をしてくれとか、成功に導くためにクラウドファンディングに参加するってことはお金以外の協力もあるんじゃないのっていうふうなことをね、やっぱ呼びかけていかないといけないですよね。まあちょっと話全然違うところに行きましたけども、やったことってのは、やっぱりこう残りますね、実績として。そこが最も大事なところかなと。まあそしてやっぱり10年という単位でやっとなんか表現できるようになったかなと私も思いますね。ネットビジネス10年やってますとかね、まあ今ではね YouTube を10年やってますって言い方に変えてますけども、まさに10年やってるんで、 YouTube は10年やってきてこんなことが分かりました、見えましたっていう風になると、まあ5年6年やってる人よりは、まあ、見てる人から見るとね、やっぱり信頼の度数が違ってくるのかなと思うばかりでございます。もちろん経験が浅くて高い成功を収めた方はその密度に対しての信頼があるでしょうけども、その天才的な動力っていうのは自分にもできるかなっていう不安も呼び起こすことも確かなんですよね。まあでもさすがにね、元麻雀店の40過ぎた人が、普通の人が YouTube 一本でここまでやってこれた、そして麻雀をやらずに済むような環境に自らをね、再構築したってことを見ると、自分にもできるかなというふうに思っていただけるんではないかなと思うんですよ。まあ麻雀店なんてね、やっぱこう上に見られるよりも下に見られることの方が多いですし、実際下ですからね。でそう考えていくと、麻雀店のやつらがなんでそうなっちゃうのみたいなところっていうのは、マイナスからプラスへのね、意外性ってことでキャッチーなんじゃないかなっていうところもありますね。あ、ちなみにね、今朝思い出したんですけども、ガードマンで年収800万みたいなインターネット活用塾ってのも当時あったんですよ。うん、今はねどうなってるのか、継続してるのかどうか分かりませんし、多分継続してないんでしょうけども、でもガードマンとして働くってことは結構高単価だなっていう風な視点があるんですよね。でガードマンって下積みがいらないんですよ。本当にすぐ資格を1日でポンと取って、まあ、正確には3日講習に行かないといけないと思いますけども、その講習を受けてる間も日当5000円ぐらい出るんですよね。で警備をする資格がもらえて、ガードマンとして日当6300円とかもらえちゃうみたいな、ね、で8時から出勤、5時に仕事終わりってなったら、もうその勤務中は一生懸命仕事しないといけないと思いますけども、でもそんなにハードな仕事なくってね、結構ね立ってるだけみたいなことが多いんですけども、うん、でもまあ事故が起きた時に責任取るかって言ったら別に取らなくてもいいって言えば取らなくてもいいですしね、うん、ただ警備の世界ではちょっとね食っていけなくなると思うんで、やっぱり人情的にね安全に過ごしたいなという気持ちも働くでしょうけども、でもすごいのはその8時の勤務の直前まで全然関係ないことしても全然 OK なんですよ。で勤務が終わった瞬間にもう完全にオフになることもできますしね。でもほとんどの仕事って結局24時間自分のやってる仕事とか収入のことを意識したりとか、自営とかねフリーでやってる方っていつ問い合わせが来るのか分かんないから、結構このスマホに拘束されているような感じになりますよね。ひいてはそれが周りの人の人間関係をすごくね壊すことにもなるんで、そう考えたらガードマンむちゃくちゃいいなって思ったりしますね。まあやったことはね、なんかこう嘘をつかないってことを、まあ、そこに帰るわけですけども、まあ、10年ね、 YouTuber10 年っていうタイトルでもしておきましょうか。だから YouTuber10 年やってるからこそこういうことがねやっぱ言えるようになったかなと。2年3年ではね何が分かるんやみたいなところになっちゃいますけども、10年やってる間に、まあ、ほとんどの人は消えていったんでね、うん、とりあえずこのなんか我慢比べには勝ったかなと、我慢もせずになところでございます。いってらっしゃい。